柿内古墳は京都府南端市園部町内林町にあった古墳。形状は前方公園墳。出土品は国の重要文化財に指定されている。古墳時代前期では口丹波で最大規模の古墳であったが現在では墳丘は失われている。園部市街地の北部、丘陵先端に築造された古墳である。1972年の京都府道19号園部。 平屋線拡幅工事の際に大量の鉄紙が出土したことから発見され、同年に発掘調査がなされた後作閉された。その後、2004年度には第二次調査として集合部分の調査が実施されている。墳景は前方五円形で前方部を東方に向ける。八幡神社前の交差点がおおむね首部の位置になる。墳丘は丘陵先端部を切断して造成され、 噴球町82メートルを測った。噴球表面からは、付近市場の石のほか円筒埴輪や継承埴輪が検出されている。埴輪は前方部から見つかっていないため、公園部にのみ置かれた可能性がある。噴球周囲には集合が認められ、公園部側で約10メートル、前方部側で約12メートルを測る。また特殊な施設として、 南東の集合から外包みにかけての部分に掘り残された島城施設が認められている。内部施設は年度角で公園部において紛球主軸と平行に東西方向に向ける。この年度角は長さ7メートル、幅1.5メートルで内部に栗抜き式先竹形木管が置かれた。被装者は一人と見られるが性別は明らかとしない。 この館内からは三角園新住居2名を含む銅教類や玉類など大量の副葬品が出土したが特に三角園新住鏡の一面は奈良県の新沢505分の出土橋と同型で三角園出住を一面は京都府の戸土地古墳寺大塚古墳の出土橋と同型であることが知られる以上の墳形出土品から 古墳時代前期の4世紀後半頃の築造と推定される。現在墳丘は失われているが、出土品は1975年に京都府指定有形文化財に指定された後、1990年に国の重要文化財に指定されている。古墳の規模は次の通りの発掘調査時点。ただし前日のように現在では墳丘自体は失われている。 古墳からの主な出土品は次の通り。これらは一括して国の重要文化財に指定されている。国の重要文化財、京都府、柿内古墳出土品の明細。ありがとうございます。